イルカとアシカとエノスイートリーダーが共演するショー絆をお送りします。エノスイではトレーナーと言わずトリーダーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされています。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか、一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬、その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお届けします。トリーダーの気持ちでイルカに目を凝らし、アシカの気分で人を観察、これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとともにゆっくりお楽しみください。よし行くよ、こっちこっち、さあ着くよ。こんにちは、キミコです。遊びに来ました。よし、ミコ、ごめん、お魚落ちちゃったね。よし、やじゃかじゃかね、ごめんごめん。で、皆さん、今日はね、この僕のパートナーキミコと一緒に皆さんの前にある青い台場に一緒に泳いでいきます。キミコはね、ちょっと前まで、ね、あんまりね、プールに入って上手に泳げませんでした。でも一緒に練習を積み重ねてこのプールに上手に泳げるようになったんですね、キミコ。よし、じゃあ早速プールに入るから、僕が水面をカチャッと叩くまでキミコはまずはここで待ってね。ちょっとね、待つのがこの子苦手なんで。よし、じゃあ先に入ってくるね。ちゃんと待っててよ。
じゃあルシアはちょっと不器用なところを皆さんに見てもらおうか。ルシア前足で皆さんにご挨拶するときどうしても一緒に首を動かしちゃうんで見ててください。じゃあ皆さんに、はい、ルシアも、はい、首だけじゃなくて、はい、こっちの足、こっちの足、反対の足だよ、こっち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 、はい、そう首動いちゃうでしょ。でもそこがルシアは可愛いってことだよ。でよし、じゃあトトロもその前足を使った器用なことをやってみようか。トトロは江ノ水の中でもすごくのんびり屋さん。じゃあ行ってみよう。トトロ行くよ。はい、投げキッス。ゆっくりなんだけど、これがトトロらしさ。よかったよ。ちょっとなんか腰のあたりがセクシーです。すごいセクシーね。じゃあ皆さん、ここからはこの3頭と僕たちが息を合わせたダンスをお届けします。ここからは3頭の動きを合わせていくのと、トリーターもね踊っていくので楽しみにしていてください。じゃあみんな準備はいいかな。トトロはバチの剣士はいいよ。じゃあキミコ、みんなでダンス行くよ。よし、トトロもやるよ。行きまーす。さあまずは揃ってお辞儀。よし、じゃあ今度は回転、足形から行こう。ハッピー、ひとだけ。次は一緒に2回目、大キミコ3回回ったね。いいよ。じゃあ今度は移動して、今度は足タッチしてみよう。いくよ、タッチ、タッチ、そう、反対、4、トーム、はい、キミコ、いい調子。じゃあ今度はこっちに来て、振り向きいってみよう。振り向き、じゃあ振り向きは左から、いくよ、はい、そう、洗ってね。今度は、はい、OK、 じゃあ今度は向かい合って一緒にリズムを取るよ。リズムダンス、ほっぺにチュー、ありがとう。じゃあ今度はステージの左側に集合。さあここでパンツを並んで待ってて、待ってて、動かない、動かないんだよ、動かないんだよ。じゃあこっちに来るよ、おいでー、トトロー、おいでー、よし、バレた。じゃあ最後はポーズで決めよう。いいよ、いくよ、はい、2回やってくれた、ちょっとありがとう。オッケー、君子よかった、よかったよ。ルシア今日最初から最後まですごく上手に答えてくれてました、よかったよ。皆さん今日のトトロは最後のポーズすごく張り切っていて、なぜか2回同じことを決めてくれていました。トトロよかったよ。じゃあヒミコ先にルシアとトトロ戻ってるね。うん、またね、また遊びに行きます。ありがとうございました。よし、じゃあトトロも帰ろうね。ありがとうございました。よし、じゃあトトロこっちだよ、帰るよ。それヒミコだよ、チューしてるんだね。じゃあヒミコも一緒に、ありがとう、はい、帰るよ。じゃあトトロが帰ったらキミコたちが登場してくれます。あ、入らないみたいですね。じゃあキミコも、あ、キミコもこれで帰ろうかな。じゃあ皆さん、これでキミコも一緒にトトロと帰ります。この後イルカたち登場してくれるので楽しみにしていてください。また来たー。じゃああとはよろしく。お待たせしました、ハプニングがあったんですが、この後はイルカたちが活躍してくれます。よし、じゃあ最初に出てきてくれたサワから紹介いける。オースです。そしてパートナーはメンバーの中でも最年少の女の子、サワです。若いだけあってね、今いろんなことに興味があるんです。池光です。パートナーはピックです。ピックはジャンプが高かったり、とっても元気いっぱいな子です。僕はモニター、そして僕のパートナーはオキゴンドウのセーラーでーす。ありがとうございます。握手するだけで迫力がありますよね。ぜひセーラーのことを覚えてください。私、うちのパートナーは花ゴンドウのビーナです。
きなメンバー一動きがゆっくりしてるんですが、今日は動きにキレがあるんです。こんなギャップを注目して見てみてください。僕は片岡です。パートナーは澤のお母さんになります。こちらルイです。ルイは澤のことが大好きでいつも一緒に泳いでるんです。さあ、僕たちは普段こんな感じでイルカたちに話しかけているんですが、でもこの言葉で会話はできていません。コミュニケーションを取るために手や体を使った合図を出しているんですが、今日は僕のパートナーのセーラーにこの後2つの合図を出してみるので、この合図に応えてくれるかどうか皆さんは見ていてください。ではまず1つ目の合図、1つ目の合図は体全身を使った合図でくるっと1回転回ってみます。これはその場でくるくる回ってねっていう合図。そして2つ目、どうしようかな、2つ目の合図はじゃあ今度は右手を使った合図です。右手を真上に上げる合図、これは尾びれを振ってねっていう合図です。よし、じゃあセラ今から出す合図よく見て答えてね。まず1つ目は僕がくるって回るからセラはくるくる回ってね。いくよ、セラと目を合わせて、はい、合図を出すとこんな感じで答えてくれます。ありがとうございます。よしよセーラー、ありがとう。さあ今僕セーラーと目が合ってたのでしっかりと答えてくれました。なのでこうやって皆さんの方を向いてる時にセーラーに合図を出しても目が合ってないので僕の意思はセーラーに伝わりません。なので合図には答えてくれないんです。なので2つ目の合図、尾びれを振る合図もこうやってセーラーと目を合わせて、いくよセーラー、はい、尾びれ振ってきて、これにも答えてくれそうです。セーラーが尾びれ振ってくれます。ありがとうございます。いいねセーラー、よかったよ。おかえり、ありがとうセーラー、よかったよ。よし、じゃあこの後はいいなとおじさんと一緒に遊んでてね。ありがとう。さあ他のメンバーももちろんトリーターと息を合わせるために目を合わせてから合図を出してます。今皆さんの方に向かったのが左側ピックと池光、右側が最年少澤と大下のペアです。さあ当然ガラス越しからでも僕たちの動きをよく見ています。なのでこちらのペアにちょっと見てほしいんですが、今池光とピックもガラス越しでしっかりと目を合わせています。なのではい、しゃがんでジャンプをすると答えてくれるんです。これちなみにですよ、ちなみにイルカたちどれだけ離れてもう合図どれだけ離れたら合図答えられないのかなっていろいろ試してやってみました。そしたら沖権堂のセーラーは一番上まで僕ら登っても合図見てました。それぐらいよく見てるんです。なのでこれだけ近ければ合図にはすぐに答えてくれます。さあいろいろな動きをイルカたち見せてくれていますが、こういったことっていうのは普段から練習をしないと当然できません。いきなりイルカたちにこれやってあれやってって言ってもできません。僕たちと一緒に練習をしているんですが、今日はそんな練習中の風景を皆さんに見てもらいます。さあ今日練習中の風景を見せてくれるのは今ステージ左側にいるルイと遠山のペアです。じゃあ遠山さん、今日はどんな練習をしますか？はい、今日はルイにジャンプの練習をしてもらおうと思うんですけど、まず見てもらいたいのはここからまずジャンプの合図を出す。そうするとルイは左側から右にジャンプをしている。よく見ると時計回りとは逆、この回り方皆さんよく覚えててください。これはルイがすごく得意。そう、これルイ反時計回りで飛んでるの分かりました？こっちの向きは得意なんですよね、富山さん。そう、これはすごく得意なんだけど、逆に時計回り皆さんから向かって右側から左側にジャンプをするのはすごく苦手。ちなみにこの間の練習は場所を変えてルイに分かりやすくやってみたんですけど、その時はうまくいった。でも今日はさっき同じ位置、この位置でちゃんとジャンプの飛び開きができるかという練習行ってみましょう。 OK、 ちなみにこれ1回止めたからって成功ではありません。3回4回って続けると急に逆向きになっちゃったりもするので、さあルイ練習やろうと思ったらちょっとその練習が嫌だったみたいで離れそうです。やりたくないようにアピールしてます。小山さん、いけそう？任しといて。
ここを歩いて僕とね、しっかりと信頼関係を深めているので、今はちょっと大きなお魚口に当たって嫌だったので、今なら大丈夫。行ってきて。はい、失礼しました。時計回りですよ。時計回り、怪しい。やりしゃべる。違う。違う、それじゃなかった。いや、ちょっと待って、これ今、ね、時間かかりそうだな、これだとおそらくできないと思う、ね、できないと思う。なので、ちょっと分かりやすいように少し場所を移動、この位置で今日は行ってみよう。ちょっと50センチぐらい遠山が今右に移動しましたよ。行ってきて、はい、これ行かない感じじゃない。これ行かないね、ルイ。多分それ飛ばないよね。その助走じゃ飛べないんじゃないかな。ルイさん、今練習の時間です。やっぱり嫌だって言ってますね。違う、後ろのプールがちょっと気になってるみたい。よし、じゃあルイ、じゃあ分かった分かった、もうちょっと分かりやすいとかやってみようかな。よし、じゃあ最後行ってみましょう。 OK、 必ずできるはず。 OK、 よし、じゃあぜひとも成功させたいね、これはね。よし、じゃあ行って、はい、勢いはいい。どっちかな、どっち、違う、やべー。森田くん、今日の練習は失敗です。失敗です。ごめんなさい皆さん。でもありがとうございました。最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。豊山さん、今日の皆さん優しい方でよかったね。すごい温かい。なのでちゃんとね、次来た時には今のようなジャンプができるようになってます。さあ見てください、ビッグはできますよと言わんばかりに飛んでます。このジャンプです。この向きで飛びたかったんですね。これがあの簡単そうに見えて難しいんですよ。本当に難しいんです。さあそれでは今度はこの合図を出すタイミングをトリーターといる形で息を合わせていきます。音楽に種目を合わせていくんですが、まずは順番を発表します。一番最初はちょっと練習失敗してしまいましたが、ルイと遠山に決めてもらいます。1番目、2番目はビッグと池光ガラス目にいます。3番目は花ゴンドウビーナと羽田ステージの右側で、一番難しい最後4番目をコキゴンドウセーラーと大内に決めてもらいます。今日はセーラーがすごく目立っていますね。さあそれでは音に合っているかどうかよく見ていてください。まずは中央のルイ、アクション、これいいタイミングでした。続いてこちらのピック、ここちょっとこれは遅いですかね。水しぶきは良かった。3番目はビーナ、いいジャンプ、なかなか良かった。最後はセーラーの、紹介しようと思ったんですが、大下さん行けそうですか。はい、今ゆったりのプールの中を泳いでいます。先ほども紹介しましたメンバーの中でも最年少の女の子サワを紹介したいんですけれども、さあどこ、どうやらねゆったりね泳いでますね。なんか気になることがあるんでしょうね。さあこのサワ、水族館生まれ合成のイルカ。合成というのはサワのお父さん、おじいさん、そしてひいおじいさんも水族館生まれということなんです。この合成が誕生しているのは世界中の水族館の中でもここ江ノ水でしか誕生してないんですよ。さあそんなサワ、ここ最近来たかな、はい、ストップ通り過ぎましたね。こんな感じなんです。なんかね気になることがあるんでしょうね。プールの中ゆったり泳いでいます。さあこれからもね、まだまだね、サワこういったことがどんどんなくなっていくよ、そしてね、絆にもね、もっと楽しく参加できるよ、我々と一緒にね、いろんなことを練習していきます。サワ止まれるかな、また行っちゃいましたね。さあこんなサワですけどもね、皆さんぜひサワの成長を見守ってあげてください。ちなみに今ガラス面右側にいるピックも江ノ水で生まれた女の子、江ノ水まで4世なんです。この後はそんな江ノ水生まれのいる形が活躍してくれますので、ぜひ応援してください。さあここからは僕たちいる形の連続コンビネーションを皆さんにお届けします。どのペアが一番息が合っているかよく見ていてください。
レッジを合図を出します。まずは手を叩いて、この後に両手の指を前に出します。これが返事をしてねっていう合図。ここです。さあ皆さんで僕の真似をしてくださいね。ここです。さあ皆さんで恥ずかしがらずに指を前、そう、この2回です。指も2回前に出します。そうです。気持ちを届けて一家に向かって出しますよ。いいですね。立ってる方も一緒にお願いします。そう、いいですよ。じゃあ本番、まずは1回だけいきますよ。一家に向かって、聞こえました？もう1回いきましょう。いいですね。気持ちが届いてます。そう、この辺りの皆さん、ピンクに向かって、いいですね。今度は2回、指も2回、これもいいですね。そうです、気持ちを届けて、じゃあちょっと速くなります。速くします。最後は5回連続で合図出しますよ。いきます。